チャンミオン&チンギジュ主演ドラマ、ここに来て抱きしめて、6分の9より KNTV にて日本初放送決定 C2.18MBC 婚韓国で大中。目を集めているネクストブレイク俳優チャンギヨンの初主演作、悲しい再会を書く、ここに来て抱きしめて、の日本初放送が決定した。ゴーバック夫婦、現代、のナムギル先輩役で注目を集めたライジングスター、チャンギヨンの初主演作、ここに来て抱きし、めて、は、連続殺人犯を父に持つ青年と、両親を殺害された被害者の娘、二人の美しい初恋と切ない再会を書くロマンスリラー。話題作の日本初放送は KNTV にて視聴できる。 C2.18MBC 作品情報、ここに来て抱きしめて、現代、 KNTV 放送日時、9月6日木曜日、日本初放送スタート。毎週木曜日午後8時50分から11時15分まで2話連続、他全16話予定。C2.18MBC 出演、チャンギヨン、シンギジュ、ホジュのほか演出、チェジュンベ、最高の恋人、帝王の娘スベクヒャン、脚本、ギアラム、ゾクターイアン、あらすじ、ユンナム、子役、ナムダルム、は聡明な少年ながら、人知れず殺人を繰り返すサイコパス、ヒジェ、ホジュの、お父に持ち、ヒジェの存在に怯えながら暮らしていた。ある日国民的女優の娘ナグオン、子役、リュハンビ、と出会い恋に落ちる。だがヒジェが衝動的にナグオンの両親を殺害したことから、ナムはついに警察に通報し、父を刑務所に送る。月日が経ち、ナムはドジン、チャンギヨン、と名を変え警察官に、ナグオンはジェー、シンギジュ、として女優の道に進む。ある日撮影で警察学校を訪れたジェイは運命的にドジンと再会を果たす。そんな中、服役中のヒジェが手記を出版したことから、二人はマスコミの目にさらされることに。さらにジェイが謎の人物に狙われていると知ったドジンは、今度こそ彼女を守ろうと決意するが、過酷な運命が二人を待ち受けていて、関連サイト KNTV 公式サイト https://knda.televi/knTV